おはようございます。八幡さん、まず週末の市場いかがでしたでしょうか。アメリカ雇用統計で失業率が8.6%と改善を示しましたが、労働力人口の減少が確認されたことで、市場はややリスク回避的な動きとなり、為替市場ではドルが買われました。ニューヨークの方には ECB が IMF 経由で2000億ユーロの、拠出をすることが報道され、一旦はユーロが反発しましたが、引けにかけて再び下落しています。畑さんの予想レンジを出していただきました。77円の60銭から78円の60銭ということです。東京市場はどうでしょうか。週末にイタリアモンティ内閣が、2400億ユーロ規模の財政緊縮策を、閣議決定しました。今朝はややユーロが反発していますが、週後半に ECB 理事会、EU 首脳会議を控え、基本的には大きな動きにはなりにくいと思います。その最大の注目ともされる今週の EU 首脳会議ですが、これ対策が張ってますか。ドイツメルケル首相がユーロ共同債の購入、それから ECB の国債買入強化に反対している中で、大胆な施策が決定されるとは考えにくいと思います。チャートはユーロドルのフォワードレート1ヶ月ものの推移です。ユーロを売ってドルを調達する際のドルの調達コストを示しています。先日の日米欧の中央銀行による協調ドル資金供給の拡大施策発表により、一旦は年末超えの資金調達コストも低下しましたが、ドルの調達コストが再び上昇する傾向にあります。市場の疑心暗鬼は、高債務国への強制制裁を含む、財政連合実現まで続くのかもしれません。はい、わかりました。八幡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。今週も始まりました。まず金曜日の、雇用統計から見ていきたいと思いますが、ドル円はほとんど動いてないですね。35ピップスの値幅、もう緩やかに雇用統計、ADP とかずっと雇用関係の指標、その他も良かったんで、ずっとじり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 、期待上げで、来まして、雇用統計で上下しましたが、そのまま上昇基調を続けてドルが買われる展開ですね。これが15分足、そして1時間足でもこんな感じでも、月火水曜日あたりからですね、じり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 上げてまして、トレンド形成してますが、いつ崩れるかという感じですね。直近の高値、この辺をですね、78円20銭ぐらいをトライして、抜けるか、もう一回こう落ちていくかという感じで、なってるような相場展開ですね。これは1時間足、日足的にもですね、日足的にはこう押し目買いが入ったような76円70銭と70円50銭ぐらいでしたか、押し目買いが入っているような感じなんですが、200円目、日足の200円目が控えてますので、この辺をトライしてくるかどうかという感じですね。これがドル円でして、イミニフューチャー S&P500 指数を見るとですね、値幅的には 20.5 ポイント、ほぼ一定超えでしたね。雇用統計を、アジアタイムか欧州かタイムにかけては雇用統計いいんじゃないかというあれですね、期待上げでしたが、噂で買われて、事実で売られるという感じですね。そしてピボット付近で、最近多いですがピボット付近で終了というのが15分足、1時間足でもこんな感じで、水曜日に大きく上げて、金曜日にこういう時一段だらかして、ピボット付近で終了、こうチャート的にはですね、もうちょっとこう売り込まれるような展開ですが、果たしてどうなるか。そして日足的にはこの感じ、日足的にもですね、200円目抜けたんですが、上ヒゲをつけて戻されてますんで、これをあれですね、そう市場関係者反転サインと見ればですね、一気に戻されるんじゃないかなというような風には見えますが、果たしてどうなるか。そして最後にユーロを見るとですね、ユーロは15分足から見ると、
こんな感じですね。値幅的には 186.4 ピプス、ユーロの方もまあこういう時計いいんじゃないかということでですね、リスクテイクの動きでずっと行きまして、実際問題雇用関係の指標ですね、特に失業率が良かったんで一旦上昇しますが、もうあれですね、ずっと今週上げてました、今週というか金曜日木曜まで上げてましたんで、まあ、利益確定売りが入ってですね、一気に S2 まで戻されまして、若干ショートカバー入って終了というのが15万し、そして1時間足でもこの感じで、1時間足的にはこの200円目があって S2 があってというところでこの辺でサポートされていますが、という感じですね。まあ、こう来てここでサポートされてもう一回上昇するかどうかという感じですが、まあ、なんかイタリアでニュースが出たんで、まあですね、アジアタイム多分弱含みで始まると思うんですが、果たしてどうなるかで、4時間足的にはこの4時間足的にはこの50円目で、サポートされてますね。ボリンジャーミドルもあるし、この辺からもみ合って上行くか下行くか考えるんでしょうね。4時間足、そして日足的にはこのボリンジャーミドルを抜けたんですが、すぐ戻されて今ボリンジャーミドルのちょうどのところで、いるという感じですね。これが日足ですね。そして週足的にはこんな感じで、このトレンドはまだ支えてますが、先週陽線で終了しましたが上髭も付けてると、でこの、マンスリーウィークピボットの中間ぐらいにいると、まあここからどうなるかという感じですね。 FOMC とかいう材料をどう判断していくかという感じですね。以上がテクニカルでして、またいつものようにですね、ブログの方から見ると左の上がで、こちらオキパイザウォールスリーってね、もう本当に、みんなね、もう冬でニューヨークなんか寒いと思うんですが、みんな若い人たちがね、頑張ってもうね、社会の正義のために頑張ってますんで、FX に勝った時はですね、ぜひね寄付してあげるといいんじゃないかなと思いますね。そしてこちらの右上の方がデイトレーダー6ささんのライブショー、アメリカタイム、アメリカ株だけですが、テクニカル解説やってますんでね、まあ、あの株でも為替でもテクニカル一緒ですしね、ザラバ中はシカゴのフロアトレーダーの実況中継、そして水曜金曜日はトレーダーさんを迎えてインタビューなどもやってますしね、ウィークエンドはほぼ24時間テクニカルの解説ビデオを流してますんでね、非常に、もう20年近くのビットなんでね、相場のこう雰囲気とかね、トレーダーの感覚とかね、特にアメリカ人の考え方なんか結構よく分かってるんでね、聞くと非常に参考になるんじゃないかなと思いますね。そしてですね、まあ、こちらね、まあそういうまだあの初心者というかね、慣れてない方ね、なかなか相場のねタイミングで、売買するのは難しいという方はですね、やっぱりそうジム・ロジャースさんとかも言ってますね、これからコモディティね、商品関係まだまだね、中国インドとかねもう需要があるんで、これからゴールドなんかね、ゴールドシルバーなんかどんどん、値上がりしていくと思うんで、長期的な視点に立てばですね、まあ、ゴールドコインとかシルバーコインでも買ってですね、もう日本もそのうちあと数年で多分破綻すると思うんで、まあ、シンガポールやスイス、香港などにですね、各種銀行でも作ってですね、まあ、円が暴落する前にですね、そういうことに資金を隠しておくといいんじゃないかなというように思いますね。そして、こちらね、 Google プラスソーシャルメディア、Google プラス、Facebook などもね、ニュースどんどん入れてですね、これなんかも来年のね、1月17日にですね、マーチン・ルーサー・キング・デーの後ですかね、
オキパイザコン、コングレス議会を乗っ取るような声明を出してますしね、本当にね、もう今ね、もう革命がね、アメリカで起ころうとしてますが、この間もなんか、モサテになんか、プリンストン大学で日本語教えてるような人が出てました。いやー、もうね、なんで日本のマスコミがこんなに騒ぐのよくわからないです、ちょっと。本当にあのね、とか言ってね、もうね、学生が何千人も逮捕されてね、毎日のようにね、こうやってね、脅迫めいたね、声明文が出てですね、マスコミだってね、盛んに取り上げてるのにね、大したことないんですよ、こんなの、とかと。本当にね、日本の官僚エリートっていうのは何考えてるのかよくわからないですがね。まあそうじゃなくてですね、まあアメリカのマスコミのね、実態をですね、これだってそうでしょ、もう日本の女子大生なんか4割が性被害を経験したとか言ってね。ね。それで、あれですよ、日本のその文部科学省の大臣とかですよ。いやー、日本の教育水準は高いですからね。何言ってんのとか思うんですがね。ね。まともにね、もう、日本の労働生産性はね、先進国で最低なんですかね。ね。10年以上英語勉強させても全く喋れないやつもいるね。ね。東大出てる連中が、僕は英語下手ですから、つって。英語できませんからとか、平気でのたまうんですよ。ね。そういう連中がね、もう偉そうにね、外務省とか詰めて、今度外務省行ったらもう自分の給料足りないからね、盗みを働くとかね、外務省のエリートが、ね、こうやって早稲田の職員が2170万円目増しとかね、ね、もうね、日本もね、もうそろそろね、こんなことやってればね、必ず潰れる、もう破綻しますからね。まあそういうこと、それがね、起きる前にですね、まあ、しっかりとですね、FX で儲けてですね、資産はどっかスイスかね、シンガポールでも隠してですね、もらいたいなと思いますね。まあ、そんな感じで、まあ、今週もまだ最初は様子見から始まると思いますが、慎重にですね、もう人殺しのようなね、日本のメガバンク、投資銀行の連中にね、負けないように、気を引き締めてですね、チャンスのある時だけ頑張っていただきたいなと思います。それでは失礼します。